What's this? Table. Table, good. 今度は What's this? って聞くから、 It's a... オンライン英会話レッスン中です。 It's a clock. No, I don't. No, I don't. Good. 風船持ってませんっていう文章に言い直したかったらこうだよ。 I don't have a...さあ、2日前に待望の降雪があったので、今日はスキー授業。小鳥にとっては、今年初のスキー授業。楽しみ。俺が一番楽しみ。今日はね、ちょっと気温が高めです。少し小雨がパラついてます。が、そんなの関係ねえ。今日はスキー授業だ。やるぞ。来ました中里スキー場、一番乗り。そして雪ある、雪積もってる、よほー。中里スキー場、雪が戻ってまいりました。一時はかなり雪不足に悩んでいたスキー場ですが、先日のおっと上越線1234両もある。さあ、雪が戻った中里スキー場、チビたちも楽しんでくれるでしょう。池ちゃん先生はまず子供たちが安全に滑れるかコースの下見をしたいと思います。大変なんだよ、ボランティアスタッフっていうのは。自主的ですけど、このようにコース内のあまり雪が必要ないところの雪を削って集めてコース内にもう一回敷いて、みんなが安全に楽しく滑れるようにスキー場の人たちは毎日こうやって整理管理してくれてます。コースチェック完了。ちょっとね、やっぱりバーンが硬いのでもう少し緩むと滑りやすいんじゃないかと思いますが、まあ、最新の注意を払って楽しみたいと思います。今日はスキー授業。今日の担当は3年生。無事レッスン終了。いや、これ超楽しいわ。毎日やりたい。子供たちのスキーレッスン。次回はまた来週。